水沢東バイパスは国道4号のバイパス道路である。岩手県欧州市水沢桜川白井坂付近、欧州市内を通る国道4号は交通混雑緩和のため1970年までに水沢バイパスが整備されたが、この道路は片側1車線で規格が古く、増大する交通量や大型化する車両に対応しきれなくなっていた。加えて近年は付近に 郊外型大型店が進出し、遠道も都市化が進んだため、特に阿武ミデ交差点や国道397号と、交わる太しび交差点を筆頭に渋滞が慢性化し、交通容量オーバーが顕著になっていた。そこで、これらの問題の解決を図りつつ、同時に当時構想段階にあった東北新幹線、水卓江差市駅へのアクセス工場を目的として、 県道の東側に新たに計画されたのが水沢東バイパスである。当該バイパスは1982年度に都市計画が決定され、3年後の1985年度より事業化。2005年までに終点側となる北半分の約 4.6km が暫定に車線で開通し、国道397号と接続された。県道水線び 国道397号との交点以外は立体交差が基本であり森岡方に隣接する金ヶ崎バイパスと一体化する形で建設されている。欧州市水沢姉大町東中通り2丁目間の延長 2.3km が2020年3月21日に開通。残りの 2.7km は2025年度に開通予定である。 国道事務所によれば全体事業費は371億円で2030年度時点の計画交通量は21,500台、日、費用便益分析の結果は B、C イコール1.2。なお、当該区間の実績交通量は、国土交通省道路局の2005年度道路交通センサスによれば、平日24時間交通量で16,108台となっている。 ありがとうございます。